さあそしてフロックスパルト、剣坂待っていた、これは読んでいた、自分の膝にもちょっとねダメージが、さあ丸め、おこれが、はい、出ました、リストキックですね。おお、そして出ました、こちらもですね、もうね、ネルソン選手がよく使う技です。さあ、決まるか、これは返していった。ネルソンいいな。もうね、技のバリエーションすごいですね。ねえ、そうですね。はい。起き上がるのはどちらか、上野由岐、サムライ・デルソル、ここはなんとか上野由岐が先に立ち上がった、お互いラリアットを打ち、行きます。小林さん、どうですか、デルソル選手のエルボーは。いいですね。なるほど。メキシカンの人そうですね。たまにエルボーのイメージがね。さあ、ここ。メキシカンってやっぱね、力強い人多いんですよね。ああ、なるほど。そう。打たれ強いんですよね。はい、なるほど。今もニューキックすごかったですね。すごいですね。ヒットしました。はい。白熱しますね。これはね、もう。おっと、顔面。顔面を一つドロップキック。上野由岐。高い。このまま上野由岐が一気に攻めるか。おこれはダブルアール対戦、しかし呼んでいた、再びキック、おお力強い、このままジャーマンへ、さあ決まるか、返した、いいビーチしてる、めっちゃ素晴らしい、つま先で、ね、立ってましたね、さすがです、さあ素晴らしいジャーマンを見せた後、さらに、お上野由岐が苦しそう、空気を作ってきますね、さすがです、そうなんです、さあこのまま、おこれはサリーダ、これはサリーダ・デルソルを狙ったところを読んでいた上野由岐、そのまま、危ない、リバースフランゲをスプリングボード式で、さあ決まるか、これは返した上野由岐、これにはサムライ・デルソルも驚いた表情、こちらのサムライ・デルソル選手はですね、小林さん、はい、知らぬいの状態から、はい、叩きつけるサリーダ・デルソルというね、はい、フィニッシュ技があるんですが、はい、はい、それが先ほど出かけたんですけども、ちょっとさすが上野選手読んでましたね、今リバースフランケンも危なかったですね、すごかったですね、さあ再びサリーダ・デルソル狙いに行く、しかしやはりこれやはり映像見てんですかね、原島さんね、研究してますよ ね、はい、お、面白い、おこのキックは読んでいた、そして決まった、決まった、これ決まったでしょ、うん、